約聖書は20世紀中頃に出版された英語の翻訳である。1525年のウィリアム・ティンダルの新約聖書の翻訳に歴気をたどることができる。1901年のアメリカ標準訳聖書の公認された改訂版である。RSV は聖書の読みやすさと英語翻訳の畜語的な正確さ KJV に最初の深刻な挑戦を提示した。意図は 英語を話す教会のための聖書のクリアーな翻訳を作り上げるだけではなく、知られ得る限り、数世紀にわたり用いられる最高の英語の聖書を維持することである。そして、単純さにおいて聖書のメッセージをつけるため、大ティンダルからジェームス・オまで伝道の中でも耐え得る言葉である。RSV は以下のような段階を経て出版された。 1928年 ASV a の著作権が国際宗教教育会議より買収された。1930年から1932年に ASV テキストの研究は新しい改定の問題解決に引き継がれた。しかし、大教皇により1937年までアイッカーは ASV のテキストの改定に賛成していた。32人の学者集団が共にこの務めを 行っていた。また、会議は英国に翻訳委員会に相当するものを立ち上げたいと希望していた。しかし、この計画は第二次世界大戦のゆえに保護にされた。海底の資金作りはトーマス・ネルソンサンズによって作られた協定によって保障された。この協定はトーマス・ネルソンサンズに10年にわたって新しい海底を発行する独占的な権利を与えた。 会議は、この事業は、標準訳の改定であるので、この事業の名称を、改定標準訳にするということを決定した。翻訳者集団は、新訳聖書に、ネストレアーランドギリシア語テキストの17版を使用して、旧訳聖書に、ヘブル語のマソラを使用した。イザヤ書きでは、彼らは、司会文書によって発見された、新しい読みに時々従った。 RSV の新約聖書は1946年2月11日に出版された。翻訳委員の部長のルーサー・ウィーグルのヤースのプレゼンテーションスピーチにおいて改定標準訳に増補されることと KJV と ASV の立場を奪わないようにという要望の説明をした。1950年アイッカーは連邦協会会議と合併して米国キリスト協会協議会を 米国内に形成した。アイッカーは会議のキリスト教教育の新しい部門になり、NCC は RSV の公式のスポンサーになった。完全な審査の後にと、新約聖書における約80の改定の後に、1951年に NCC は RSV を出版物として公認した。1952年9月30日の聖ジェロームの日に、 ワシントン DC で NCC が祝賀ラリーを開催して各教会の代表たちと提携した。印刷機から出た最初の改定標準訳聖書はウィーグルからハリー・トルーマン大統領にプレゼントされた。日本では交互訳聖書が改定標準訳の翻訳の方針を踏襲して翻訳されている。聖書翻訳を考える命の言葉社2008年。 ありがとうございます。